桜ローレル、桜ローレル、とはで、日本の元競争馬、持ち込め馬、元種を馬である。1996年の JRA 少年度、代表馬、JRA 賞最優秀5歳以上母馬、部門名は当時。以降、バレーはべて旧表記を用いる。桜ローレルは1994年1月、中山でデビュー。3戦目の未勝利戦で勝ち上がった。 サ月賞は、同馬種の桜スーパー王が出走し、桜ローレルは、日本ダービーを目指すこととなった。ダービートライアルの青馬賞で、エアダブリンの3着に入り、ダービーの優先出走権を取るものの、直前で右後ろ足の急接縁により、ダービー出走を断念せざるを得なかった。秋は、セントライト記念から復帰したが8着と大敗して、菊花賞には出られなかった。その後、 900万下と1500万下の条件特別を連勝してオープン馬になったものの同期の三冠馬成田ブライアントはクラシックで対戦できずに終わった。翌年、後馬になったサクラ・ローレルは年明けの中山で行われた金牌に勝ち重賞初制覇を飾った。しかし続くメグロ記念では萩ノリアルキングの日着に敗れた。メグロ記念後、サクラローレルは 天皇賞、春を目指して調教されたが、立東に遠征しての追い切りで両前足部角だを骨折する重傷を負ってしまう。一時は安楽死処分が検討されるほどだったが、関係者の努力により治療が行われることになり、長期の休養に入ることとなった。後に明らかになった話として、調教師の境は、金杯の直後に海外遠征を考えていたものの、 ギーを買ったばかりの桜ローレルで海外に行くと、行ったら、笑われる気がして、言い出せなかったとて断念したという話がある。堺は後に、伊崎修五郎に対し、あの時に言っていれば、海外で GI を買っていたと思う。このヘボ調教師が、チャンスの目をつんじゃったのさ。ローレルに悪いことをしたと、ずっと頭から離れないよと語ったことを、堺の死後に、伊崎が明らかにしている。 怪我から復帰した桜ローレルは、これまで主戦騎士を務めていた小島太の引退、調教師転身により、新たに主戦となった横山のりひろとの新コンビで中山記念に挑んだ。骨折からの長期休養明けということで9番人気という低評価であったが、最後の直線で一番人気のジェニューイ以カを差し切り優勝した。この勝利で完全に復活した桜ローレルは、 天皇賞、春に挑むことになった。天皇賞、春では、単勝1.7倍の一番人気に押された、成田ブライアンと2.8倍の二番人気に支持された一歳下の、マヤのトップガンの2頭の一騎打ちムードの中、桜ローレルは三番人気に押された。そして、レースでは、直線で力強い末、足を見せて、先に先頭に立っていた成田ブライアンを差し切って、優勝。 初の GI 勝利となった。このレースの詳細は、第113回天皇賞を参照。ついに GI 馬になった桜ローレルは、この年から7月に試行時期が変更になった宝塚記念を回避し、秋に備えた。休養明けのオールカマーでは、人気を2分したマヤのトップガンを相手に解消、目標とする天皇賞、秋に出走した。天皇賞、 秋では一番人気に支持されたものの、スタートで出遅れて後ろからの競馬になった上、直線で馬群の間に進路を取った、結果、窮屈なところに閉じ込められてしまい、優勝したバブルガムフェローどころか、マヤノトップガンにも先着を許して三着に敗れた。これは、安上の横山も最高に下手に乗ったと自戒し、境からも大目玉を喰らった。天皇賞後、ローレルは、 ジャパンカップを回避して、有馬記念に出走。一番人気に応えて、マーベラスサンデー以下を下し、GI2 勝目を挙げた。数々の大レースを制してきた境にとっても、有馬記念はこれまで縁がなかった。その上、長教師生活通算700勝目を、この有馬記念で飾ったので、翌年2月での長教師優待に、最高の花向けとなった。GI2 勝を挙げた。 桜ローレルは1996年の JRA 少年度代表馬最優秀5歳以上ボバを受賞した。年が明けた1997年、軽度の骨折の影響で桜ローレルは有馬記念からぶっつけで天皇賞春連覇を狙うことになった。が、3分14秒4と従来の記録を2秒7更新するレコードタイムで駆け抜けマヤのトップガンの2着に敗れ、 連覇を逃した。このレースの詳細は、第115回天皇賞を参照。小島が後日語った内容によると、この時、横山がスランプに陥っていると判断し、海外遠征経験の豊富さからも予定されていた、外線門賞挑戦に関しては、最初は、フランスの名手フレディ・ヘッドに起乗を依頼していた。ところが、ヘッドの回答が、 突然の現役引退宣言だったため、急遽、竹豊に乗り換わることになった。だが、外旋門賞を目指して突伏するも、前哨戦の保ワ賞でレース中に、右前足に、屈腱不全断裂を発症し、再開発着に敗れた。また、この海外遠征に際し、日本で普段担当していた、想定士を帯同せずに、現地の想定士が担当したことと馬場が固かったことが、 もともと足元に不安のあった桜ローレルの故障の原因になったと言われている。故障の2日後の9月16日、桜ローレルは引退。12月20日、中山競馬場で引退式が行われた。現役時に総額11億9000万円の新時計とを組まれ、引退後は種ボバとなり静内スタリオンステーションで強要された。初年度からロマンエンパ 2002年形成杯を出した。他には、サクラセンチュリー、2004年ナルオ記念、2005年、日系新春杯、アルゼンチン共和国杯がいる。初年度から芝の重症化チウマを出してはいるが、3区には、スタミナ豊富なダート号車が多い。静内スタリオンステーションの閉鎖に伴い、2005年から2009年までは、アロースタッドで強用されていた。2010年からは、 神話牧場で共用された。2012年に種ボバを引退した後も引き続き、神話牧場でつなぎをされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。